GC、えー、映画作家大東北部 YouTube チャンネル、えー。本日のゲストは、ほぼほぼレギュラー、栗林健二さんです。あ、栗林先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、またシュールな会場からお届けしておりますけれども。ね、<さ> <laughs> 会議室です、ね。会議今ま、まんま会議室ですよ、ね。新宿アクション映画祭り VOL7 ということで。ボリュームンボリューム 7, ーム7、えー。カオスアクション バーサスハッピーモンスターズ殴り込み大作戦というわけで、これは今回はコラボします。なるほど。はい、まだ、あ、残っちゃわかんない人も多いと思いますが、そうですね、まず新宿アクション映画祭りについて、ご説明していただければなと、えー。新宿アクション映画祭りはですね、映画アクション映画を盛り上げるためにですね、 毎年大体9月か10月ぐらいにやってる、まあ、上映祭でございます。もともと新宿ホラー映画祭という、えー、イベントがあったんですけども、えー、そうではなく、ホラー映画ではなく、アクション映画の方をもうちょっとフィーチャーした、うん、あの上映祭をやろうということで、今から7年前ですか。7年前、2016年にです、ね、第1回が開催されましたけど、 そこからほぼほぼ毎年1年に1回、なるほど、いいかんですが、おととはちょっと1年お休みして、去年久々にやって、えー、今年またやると1年1か月ぶりにやる,と、ねる。これはでも7年、七年間一応続いているという、何年歴史がでてき、ね、まううしたね。 で、まあ、アクション映画、えー、自主映画作品のアクション映画をまあフューチャーした映画、祭りということで。はい。やっぱ映画祭ではなく、祭りというのにちょっとね、栗林さん、こだわりがあるまあ、そうですね。まあ、あの、東映チャンピオン、ま、え、なんだっけ、東映漫画祭りとか、はいはいはい。あと、東方チャンピオン祭りとか。なるほどあの。映画祭ではなく、祭りという、うんうん、この、呼び名が、うん、なるほど。なんか、ふさわしいんじゃないか。はいはいはい。ちょっと、こう祝祭感があるよね。祝祭感がね。 日本、日本まあ日本だし。日本だしね,ねあの。映画祭というよりは、祭りって言ったもの、はい、なるほど。なんかこう、ねあの、ちょっとこう、着やすいとい、うんね、気軽な感じも。気軽な感じもね、やっぱり、うん、あの重要なところで考えてらっしゃるということで。で、今回は、えーっと、カオスアクション殴り込み×ハッピーモンスター殴り込み大作戦ということで。はいはい まずカオスアクションもよくわからなければ、<う>ハッピーモンスターもよくわからないという方にお届けしたいですね。カオスアクションは、はい、やはりこう今の,この世相が非常にカオスな雰囲気なので、世相を反映したなんか作品を、雰囲気が感じられる作品を用意 <laughs> そんな社会派なんですかいや、社会派というか、雰囲気で。雰囲気で そういう雰囲気重要ですから。雰囲気重要です。フィーリングです。なるほどね。だから別にあの社会風雲ではなく、ああ今の世の中混乱してるなその中に何かね、何かしらのものが見いだせからいいなというのを込めて、私の方は四作品。はい。私の方はチョイスして。なるほどなるほど。上映し。イベチョイスっていうのはカオスアクション編ってこと。そうですね。でこれハッピーモンスターズ。 えっと、ハッピーモンスカーズさんはですね、高円寺にあるシアカーバッカスという劇場があるんですが、はい、そちらの方で主に上映イベントを主催していらっしゃる、はい、ハッピーモンスカーズさんという方がいらっしゃ、はいます。はい、その方が今回、うんえー、新宿アクション映画祭りに まあ参戦というか、なるほど。殴り込みというか、殴り込み大作戦だもう殴り込みみたいですよ。大丈夫ですかいやもう、ちょっと僕はもう本当、ヒヤヒヤですう僕はあの、心はね、赤ん坊なんで。僕はわからないです。もうあもんまりこう、あらしいのは好きじゃないので、ガチンコ勝負でいきたい。ガチンコ勝負もいいんですけど、ちょっと OK。OK、荒々にいなるほど。でまあハッピーモンスターズさんの方から、えっと、はい。 今回は3本。なるほど。えー、飯塚隆さんという人形映像作家。はぁ、あ。まあなんか人形を使った映像作品という多くて、ねえー。はいはい、えー。今回その飯塚さんの,あの作品の中から、うん、特に人気が高い作品を。なるほど、えー。3本上映します。まあ飯塚隆さん特集というか。まあそうです。そうです,ねううですよね。はい。 あの私、まあこれ、僕、結構、私はあの、イズカさんの作品大好きなんで、ああ、はい、はい。ちょっと、イズさんの作品を見ていただきたいなと。るほど。まだまだですね、イさんをご存知ない方たくさんいらっしゃるので、うん、ぜひこの機会に見ていただきたいなと思いまして、うん、今回は、えー、3本上映します。これは人形を使ったアクション映画、うん、<が>ですね。これはコマ撮りではないんですかコマ撮りではないです。コマ撮りがないんですか 何でしょう、えっと、マリオネット風というか、はい。もう本当に、いわゆる、なんかあ<の>マ、マリオネットのように動くみたいな。何でしたっけサンダーバード。ーードそうそうそう、そんな感じ。あなるほど。えなんかね、人形た、単に人形が動いているだけではなくて、うん、なんか、例えば、火というか、炎が上がったりとか。うんうん あと、爆薬が、ドカーンってこう爆発したりとか。<laughs> まあ、まあ逆、逆にね、人形ならではで、いろんなこうスペクタクルの演出もできそうな感じしますけね,すね。だから、絵もね、非常に迫力があって、で、ただ単にその、何、かわらしい人形が、うん、あの、キャッキャする限りはなく、なくちゃんとこう、なんかドラマもあり、なんかこう、ぐっと、なんか心にね、ぐっと残るセリフがあったりとか、 描写があったりするので、はいはい。ですので、ぜひ、飯塚隆さんの作品を見て、飯塚さんの存在をもっと知ってほしいなというので、今回、ハッピーモンスカーさんにお願いして、3本ですね。ポ、ね、イズンの夜、はい、お化け、化けブルーインパルス、うん、という3本。作品の3本とも素晴らしい作品なので、なるほど。これはでも、いろんなこ世界観的には、今、あのー、 ちょっとチラシ見させてもらってますけど、なんか作品ごとでちょっとカラーが違うような。そうですね、3本とも違いますね。んなんでしょう。なんか日常系もあれば、うん、ちょっとメルヘンもあれば、マットマックス風味もマッ <laughs> 出ちゃうんですマトマックスですね、ボルミーパルスは。なるほど。ちょっとマットマックスな感じですね。面白いですね。うん、で、対するカオスアクションというところで。はい。 えー、4本、えー、上映されるようですけれども、はい、これは、どのあたりが注目でしょうかね。まあ、とにかく、あれですね、あの、まあ、旬の、うん、作品が、うんあの、林さん、えっ、ー、と、この復讐者、ね。復讐者、はい。これは、あの、林さん。これは、ティーンエイジャー。ティーンエイジャー。復讐者。 林さん、林監督は若いんですよ。若いんですかもうお若いので、旬のアクションをちょっと見ていただきたいなと思ってます。25分。25秒。だから25分の中で、ひたすらアクションやって追いかけら、追いつ追われつね。繰り広げられるんですけども、それがね、非常に今の若々しさが弾けてる、フレッシュさがある。 見応えがある作品だと思います出演も監督そうですね。彼は本当にすごいマルチが広で監督、脚本、編集。アクション監督。アクション監督もやる。<laughs> 撮,影撮影監督もやる。あ、スカモシーンヤのような。スカモシーンヤのような。ニューホライズン。ニューホライズンはですね、名古屋を中心に活動されている市原慶監督の作品でございまして、うん、これはあの、ちょうどコロナ禍の中、あコロナの最中に 撮影されたやつで、うん、ちょうどあの、緊急事態宣言が発動されてて、あ、そうなんですね。その最中に作られた作品って、えー、はいはいはい。なんか、なんか、鬱憤がたまってたんで、うんうん、なんかもう、やったらねえよって、もうその怒りを込めて作った作品みたいな。<laughs> なるほど。市原啓監督は結構ですね、その、うん、時間をかけて作品を作られる監督さんなんですけど、これは、そのやっぱこう、怒りの、この、 もうパワーの,の現状、ね、現,現状があって、うん、それをこう原動力になんか作って作たから、めちゃくちゃ早く仕上がったらしいです。<laughs> なるほど。だから、なんかね、異様なパワーをする作品で,、えーであの、これはね、ずーっとあれなんですよ。最初から最後までずっと夜なんですよ。ああ、はいはい、はい。夜で始まり、夜で終わるんです。的 <laughs> での生存をかけた戦いっていうあります。もう本当にひかすがアクション、アクション、アクションで。えー セリフとかそういった状況説明とかほとんどないんですけど、なるほどだからなんかねな、なんかも言えない、あのやっぱり夜が舞台の話だはいはい。ノアールっぽい。ノアールっぽい感じで。なんか無国籍の感じ。無国籍ですね。でさらに、えーと、なんか夢を見ているような気分に刺させられるという。はいはいはい。だからちょっとやっぱりこれはね、うん、見ていかが機会だと思っています。トレーニングデイいい。はい えこれはあの福井県に活動されているハウンドプロジェクト、自主映画グループがあるんですけど、その代表、岡田博監督の作品でございます。岡田博監督が自ら主演を務める、スモーカー・イン・ザ・パークを人にですね、スモーカー三部作というのがありまして、何なんですか、スモーカー。岡田博さんが演じるスモーカーを主演にしたアクション映画。なんですけど でその三部作のいわば今回は、えー、さ完結編というか、とにかくこちらもガンアクション、ガンアクション,ン,ションで、ひたすら銃撃戦ばっかりなんですよ。なるほどただ、やっぱね、これも,これもね心に染みるんですよ。るんですね、非常に染みました。なんかね、わかりやすく言うと、 えっと、ロッキー、ロッキーザ・ファイナル。ロッキーザ・ファイナル。<laughs> はいはいはい。だから、もういわばスモーカー、岡田博ヒさんを扮するスモーカーが、もしシルベス・タスターになったらっていう感じですかね。で、結局、ロッキーは追い,追いかけというか、うね、もういろんな、うん、もうあれですけど、め、うん、ゃこね、継承というか、そう継承なんですよ。 だから、こういろんな修羅場というか、いろんなこう戦を経験してね。その果てにスモーカーがスモーカーが見えてきたものは一体何なのか？<え>そしてスモーカーは一体えっ、ー、と。この、えー、若いね。あの、はい、あた。新たなる特殊部あのあ、新たなるね。5人のあの、そういうあのなんか。 あのなんか舞台が、チームがあるんですよ。なるほど。そのチームに一体何を教えられるのかと。壮大なスケール。壮大なスケールがございす。スケールすぎちゃって、スケールすぎちゃって、本当に。アクション映画祭りないだけで収まるかわからない。わからないですが。ぜひちょっと完結編なんでね。まあでも、あれですよね。まあの他のシリーズ見てなくても楽しめる。あ、全然かもしれなせもう、ぜひ見てください。はい、お願いします。嫉妬・スタントマン。はい。 これはですね、青春ものなんですね。そうなんですか青春映画といっても過言じゃないです。うん、ただ、本当に何でしょうねあの、発想が自由というか、うああ、これただ、うん、な単なる青春ものではなく、うん、アクションというものを青春映画に絡めたらこんな風になるんだ。 新しい切り口。ある意味、ちょっと今まであったようでない切り口なので、ああでこれも見ていただきたい。これなんか売れてない文房若手スタントマンって書いてあります、ね、はい。だからスタントマンの話なん若いスタントマンの話なんですよ。で<れ>、そのスタントマンの若い男の子が、えー、ある行動に出るわけですよ。うん、はいはいはい。それがどうなるか。なるほど。さらに結末が びっっくりっていうへえ<ー>。非常にね。あ、青春映画に見せかけて、青春映画ただの青春映画に見せかけて、アクションを絡めて、あえ、これどうなっちゃうのと思もから。ああ、っていうい。ああ、なるげに、そういう意外と、と切れ味がする。切れ味が、なかなか。ま、でも6分なんでね、分なんでちょっと見やすいかもしれないですね。そうなんですよ。だからねこ、あ、そうなんですよね。今回は、はい トータルでもそんなにめちゃくちゃ長い作品ってそんなないんです、ね、そうですね。はい。大体30分以内で収まる作品がほと、ねうんどなんで、うん、まあ非常に見やすいかといなるほど。うん、ですのであの、去年の女性監督特集とはまた違う、ちょっと、あの、面白みがあるイベントになると思います。そうですよね。うん、あの、結構ここ数年っていうのは、あの、過去のね、 平成を振り返るとか、勝手にフィチャーしたりとか、あと去年は女性監督特集とかっていう感じだったんですけど、ある種原点に立ち戻って、ごったに的なね、そうですねちょっといろんなタイプの、あんまりテーマを設けずにセレクトした感じなのかなっていう印象を受けましたけど、さらに今回はハッピーモンスターズさんが参戦されるので。 さらにね、こうなんかカオスな感じになるんじゃないかと思います <laughs> 感じになっておりますね。うんまあ、コンセプトはこのなんか、ちょっとチラシもなんか怪しげなというかおもちゃのような,なんか感じなんですけども。うん、あの、毎年あのフライヤーを作ってくださる、うん、森原空祖広之さん、フライヤー職人さんがいらっしゃるんですが、うん、その方があの初めてその AI AI で作くええ、そうなんだ。なんかね、この前聞いたんですけど、いろんなキーワードを打ち込んで、なるほどそれでポンってやったら、これが結かええ、面白いですね。あ、こっちか。そう、これが結はいはいはい。だから非常に、ごめんなんかおもちゃっぽい感じが。そうですね、おもちゃ箱というか、今回はディのキャラクターがぴったりなんじゃないかと思いますので、ぜひ。はい。 改めてちょっと日程をはい、えー、新宿アクション映画祭り、えー、ボリューム7カオスアクション×ハッピーモースカーズ殴り込み大作戦、えー、2023年10月9日、えー、来月でございます10月9日月曜日体育の日開催でございます、えー、時間は13時と17時1日2回上映でございます 受付開始は上映時間を30分前。各回入れ替え制です。えー、入場料金は1000円と差し引きいただきます。えー、場所はですね、えー、新宿歌舞伎町にございます、新宿バキオスというライブハウスでございます。言、えー、のため、住所を言いますと、新宿区歌舞伎町2-45-4。えー、西武新宿駅前にございますので、ぜひご来場いただきたいと、ご来場ください。お願いします。 10.9はい東京ドームってある場ありましたね。10.9新宿バディオス今回はそうですね、東京ドームではく新宿バディオスのお間違いなく。はい。え歌舞伎町タワー、あそうですね、一番分かりやすいのは歌舞伎町タワーの隣にございます。まだ前回歌舞伎町タワーもできていなかったです。ありませんでした。なるほど。今回はそうなんです。歌舞伎町タワーというなんとね、大きい存在というか大きいものがあるんで、 その歌舞伎町側にに負けないように頑張りますま歌舞伎町タワーのお客さんも間違って入ってくることを祈ってるで、ね、そうですね。<laughs> あの辺でちょっと、ちょっとわかんないけどビラカバーにしようかな。そうだね。<laughs> ちょっといいかもしれない、ね、ちょっとせっかくだから、ちょっとビラカバーにもやってみようかなと思います。外国のお客さんも来るかもしれない。そう,そうそうそう。まあ字幕は入ってませんから。あの、打倒歌舞伎町タワー。<laughs> 10.9。はい。新宿バディオスにて、はい。お会いしましょう、はい。お会いしましょう。はい。 それではよろしくお願いします。お願いします。お待ちします。